これはデモ音声です。案上は池添健一騎手を予定。株式会社 AI によるデモ音声です。タイムフライヤーは父ハーツくらい、母タイムトラベリング、その父ブライアンズタイムという血統。これはデモ音声です。通算成績は26戦5勝。株式会社 AI が提供するデモ音声です。2017年ホープフル SGI 覇者で、一昨年の LMS からダート路線に転向。株式会社 AI によるデモ音声です。昨年のマリン S4P でダート戦初勝利を挙げ、同年の LMS で芝ダートのダブル重賞制覇を果たした。これはデモ音声です。その後1月に行われたネギシ SG3 で3着、連覇を狙った前走の LMS では8着だった。これはデモ音声です。今回は15戦ぶりに再び芝路線へ転向した。